フラワンダフルライフ。皆さん今日も植物色の毎日やってますか？店長、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、これ今から常識が変わることを言います。園芸店に人が殺到しますよ。どういうことか、つまり2月が4月。え？2月が4月です。もう常識、昔の常識はもう皆さん古いですよ。もうね、今や2月こそ春の園芸シーズンのスタート、いやもう一番いい時かもしれない。もうこれ公言します。どこにも書いてないでしょ？書いてないです。ね、春夏秋冬はもう変わりましたよ。はっきり言います、花粉が飛ぶ季節が園芸シーズン。本当になんでか、なぜか、なぜか知りたい？はい、結論言っちゃっていい？はい。ね、まず2月はね、皆さんもうね、大寒波は来ません。はい、はい、ということは花が伸びない、そして長持ちするんで枯れない。伸びない枯れない、よく咲く。伸びない枯れない、咲いてくる。伸びない枯れない咲いてくる。伸びない枯れない咲いてくる。いいねいいね。いいですね。え、いいですね。それ、いいやろ。最高じゃないですか。それ伸びない枯れない咲いてくる。いいねいいね。伸びない枯れない咲いてくる。いいねです。ありがとうございます。もうね、沖縄行ったんですよ、この間。そういえば、はい、沖縄行かせてもらって、沖縄でね、なんと寄生実演、ガーデンシクラメンの横にジニアがあって、ペチュニアがあって、え、スカイボラあるんですよ。すごくないですか？すごいですね。マゼコゼですね。すごいんですよ。ビューラーは満開で綺麗で、うん、で、沖縄今日暑いでしょ。今日ここら辺で珍しく20度ぐらい行くっていうじゃないですか、はい、それずっとなんで、ね、めちゃくちゃいい。ただね、日差しが強すぎるんで7月はやっぱきついですよね、向こうも。でも今の日差しって沖縄で、ね、温度もそうだけど5月の日差しなんですよ、こちらでいう。はい、でめちゃくちゃね、園芸のパフォーマンス ものすごいいい。で、それをこう帰ってきて思ったんですよ。で、見てみたんですよ。いやいやいや、え、福岡も一緒じゃんと思って。気温が5度低いですよ。はい、5度から8度低いですよ。けど、もうどうですか、皆さん。ここ最近、冷え込みありました？そうですね。まあ、そんなにないですね。朝ちょっとあるぐらい。やろ？で、うん、長くなったでしょ、日。はい、長くなりました。随分。ビオラ見て、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。はい、もう咲かんでいいって言っても咲く。ブラインドしていたパンジーやビオラも咲いてくるんですよ。ブラインド分かります？あのね、皆さん、パンジーやビオラ、外に日当たりのいいとこ置いていて、咲かない、真冬に咲かない品種あるじゃないですか。あります。つぼみができたんだけど、葉っぱの下でもう咲かないやつ、これブラインドって言うんですよ。これはね、もう品種の差なんです。で、そのブラインド、今までね、12月の終わりとか1月からあんま咲かんかったなってやつも咲いてきてるでしょ、皆さん。このタイミングからシクラメンも綺麗、オステアも綺麗、マーガレット大丈夫、ネメシアバチバチ綺麗、ゼラニウムいける、ローダンスマンがある、アネモネ咲いてきた、目出し球根、目が咲い上がってきて花咲いてきて、ネモフィラが出てきた。どうですか、アリスもバチバチ、最高でしょ。何でもありますね。2月が絶好調です、うん。もう2月ガーデニングはもう昔の文献っていうか、園芸雑誌とかなんかいろいろ今まで言われてるけど、2月が園芸シーズンオフだとか、8月はもう仕方がない、これはもう認めましょうね。真夏の7月で、はい、梅雨からちょっと厳しくなってね、7月8月はもうどこでも厳しい、世界中厳しいですよね。けども2月はその分ね、あっちが楽しめなくなった分こっち持ってこないと。2月園芸シーズンです。てってれー。もうね、シーズンオフなんて言わせないですよ。2月はシーズンインです。だから、まあ、冬のシーズンオフって12月のまあ年末年始だけです。一瞬ですね。一瞬です。そうです、まさにヨーロッパ欧米のサッカーのシーズンと一緒です。真夏だけちょっとだけ休み、まあ、あとシーズン、オールシーズンですよ。ということで概念変わります。もうはっきり言い切ります。園芸店の皆さん、2月はシーズンだっていうことで一生懸命 PR アピールして、花アピールして、そして、いっぱいね、花をね、たくさんね、
テント並べて押しましょうよ、西日本限定ですけどちょっとそうですね、それはそうです、はい、あそうです、全国じゃなかった、あすいません、はい、でもどうですか、東北の皆さんだって北海道の皆さんだってもう昔ほど寒くないよなって思ってるでしょ、もう全然いけますよ、だからもう華やかすぎるもん、ちょっと振り向いてもものすごい腹んかでしょ、皆さんちょっと一回振り向きますね、ほら咲いてなかったものも咲いてきてるわけですよ、それとか見てくださいよ、そのマーガレットの黄色とビオラの青とブルーデージー、めちゃくちゃ綺麗でしょ、綺麗ですね、もうたまらんしか一応よ、あっおかしいの IOC の方、知ってますか国際オリンピック委員会の会長です、サモランチ会長ということです、逆に言えばここ楽しまないと4月とか思ってたら伸びちゃいますよ、ビオラが楽しめないじゃないですか、そうですね、うん、今楽しむんですよ、ということでもう今日は春のお似合うイメージさな予選にします、じゃあはい、ぜひお願いします、うい、もう今もう春と思えるようなものを全部入れていくっていう、何でも詰め込んじゃえ、春だ春だ、春が来た春が来たって、え？ヒューケラもいいじゃん、オステウェルでしょ、あ、今日このピーチがいる、ピーチ、ピーチ入った、ピーチ目出し球根もいいかもね、目出し球根も今大人気ですよね、大人気、大人気、ヒヤシンス植えてみる、これね、はい、マウンテンレディね、おお、ビオラもやっぱ入れたら、じゃあこうなった、あ、入れたいですね、アネモネもあるよ、アネモネシフォンダブルがある、かわいいね、春色かわいいですね、かわいいね、いい、これでしょ、はい、ちょっとね、あのとりあえず自分が思う候補をね、こうしてね、春と春らしいものをどんどん集める、わ、なんかいっぱいある、こんな感じよ、みかさん、クリスマスローズだってあるしよ、本当ですね、おクリスマスローズってあるしよ、なんかいろんな種類が、本当オレガノだってあるしよ、ね、オレガノだってあるしよ、ライスフラワーとかワックスフラワーとか、うわー、大変だ、うめー、ゼラニウムもあるよ、そうですね、ゼラニウムも綺麗ですよね、あら、どうこれ、ほらこれ今日さ、この鉢使うと思うんだけど、この鉢13号の皿、35センチ、はい、35センチあると、たっぷり植えたい、たっぷり植えたい、はい、ちょっと大きいのにしましたね、コンクリート、何どう、これに模擬するよ、模擬が、なんかこれ、あ、でかすぎたねあ、なんか、あ、ちょっとでかい、ただのスケール感からしたらでかすぎた、おお、フレンチラベンダーのラベラのホワイトです、あ、もう全部咲いてくるもん、ほらマーガレット、アネモネ、ローダン、おお、春の花壇作っちゃいますね、いいですね、もうカラーリーフと呼ばれるものも今日はない、なしですね、お庭です、はい、2月です2月です2月ですっていう作品です、はい、予算的なこと言わないでね、皆さん、そうですね、2月はこれぐらい皆さん好きなお花がこんだけあるんですよっていうことを僕は証明したいんです、そうですね、こんなにあるなんて思わないですよね、そうだ、だから2月が園芸シーズンなんですってことです、だって先行に漏れたものもあるわけですから、そうですよね、うん、ね、それぐらい派手です、派手だって、ここにはだってネモフィラだってあるし、先週これ紹介したからあれだけど、ね、パステリーナだってあるし、これデイジーだってあるよ、デイジーはほら
ゼラニウムだったでしょ。綺麗ですよね。ね、みんなみんな春の2月のお花ですよ。2月のお花と宣言してくる。もう早速じゃ植えていきましょうか。はい、鉢底ネットしっかり敷いてピタッとするのかね、こう広い口の広い鉢に合わない。でも大きいんで、まあしっかり水はけ取れるようにね、石入れましたね。はい、土入れますよ。よいしょ。マイガーデン、マイガーデン、ね、はい、でオルトランをね、もうちょっと予防的に入れておきましょうか。で、ポットの大きさはね、こう見えてね、意外と一緒っぽいんで、大体もうさっさっさっさ植えていきますよ。はいはい、園芸に欠かせない大事なツール、はい、みかさん何でしたっけ。根かき棒です。ですですです。根かき棒がもうすごい人気です。大人気ですよね。はい、あの寄せ植えるんで、下の方の見えなくなるとこね、植えた後見えなくなるとこはね、しっかりこう葉っぱすっきりさせますよね。分けるのもできます、分けることもできるんですけど、今日は分けずに。ただね、根っこがねぐるぐるって巻いてるんで、これは良くない、良くないということで。見たら分かるでしょ、今日ね、今日は色がどうとかなんとかじゃないんですよ。じゃないっぽいですね。そうなんですよ、もううまくやろうって考えないことですよ皆さん、はい、今日は春、僕が思う春、気に入った春の花を植えてみました、こう植えてみましたかいですよ。とはいえ何かポイントあるんですか。何もない。何もないですか。うん、とにかく好きな花を好きな色で集めてきた。そう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 、春っぽいやつ、うん、春の花壇を寄せ植えでイメージしたっていうだけです。はいはい、どう、こうしてね、根っこをほぐしてくださいね、下の方ね、斜め斜めね、株に対して斜めに入れてね、根鉢に対して、で上の方の苔とかあったら取ってください。これでいいです。これで十分。ね、前後ろ見ましょうか。ね、前後ろ、こっち前ね、はい。分けてもいいです。分けても使えますから。はい。どちらかというと後ろって感じ。あ、2月なぜいいかというと、はい、花持ちがいい。なぜなら最高気温が低いから。ね。じわじわ咲いてくるでしょ。咲き切った後も昼間の温度が低いと咲き急がないでしょ、はい、いい言葉、咲き急ぐというか、急がないということですね。お、ラベンダー、ラベンダー、ラベンダーも根っこ注意、根っこ注意プランツね。下の方蒸れてる時は取りましょう。これ白ね、フレンチラベンダー、ね、さっきのバラも根っこ注意プランツですね。そうです、そうです。なんか上手なんだ。込めて寄せる上手なんですか、ね、はい、どうでしょう、ね、根っこは切りませんよ、根っこ切りませんよ、ね、根っこの下の方をほぐすだけですよ、こうして。おお、いいね。根っこね、あの切っちゃうとね、あの根鉢崩したいからって根っこ切っちゃうとね、上がくにゃーんってなってしまうんで、ね、はい、下の方ね、土を取りたいっていう感じね、です。で、ここでね、もうあの咲き切っちゃってる花があったら、ここで 取りましょうか。はい、おっとっとっと、根を扱っててくにゃんってなっちゃったらどうしたらいいですか。あ、くにゃんってなったら曲がったところの下のところでね、ここで切ってもらった、曲がったところ、曲がったところのここ、曲がる前のところね、はい、で切ってもらったらいいですよ、はい、それか何日か様子見て、それでも起き上がってこなかったらっていうことでいいです、はい、ここ下の葉っぱね、あの削ぎ落としてたんで寄せられますからね。足元を少し安定させるように土なんですよ。オステオスペルマムです。これピーチだったんですね、コンフィチュールピーチ、かわいい色ですね。かわいいですね、うん、優しい優しい春色、はい、ね、おお、これいい、すごいしっかり根が張ってますね。そう、オステオって全部そうなんですよ。そしてね、上の葉っぱ分かります、なんとなくこう黄色くなってきてるでしょ、はい、これね、花が咲く頃に黄色くなってきてるっていうのは全部肥料切れですから、これ肥料が多分追肥してないんで、はい、これ肥料した方がいいですね。で皆さん肥料もね、本当はね
リン酸分の高い肥料がいいですよ。春はね、春はリン酸分の高い肥料、花がいっぱい咲いてくる肥料ね、はい、窒素リン酸カリ、はい、窒素は、はい、俗に葉越えってやつですね。葉っぱがわーってなるね。リン酸は実越えってやつね、実越え、花越えってやつね。カリは根越えって言いますよね、俗にね。ソレミいいですね、やっぱ俺大好きやもん、ソレミを。ソレミオのこと、ね、あっちはどう思ってるか知らないけど、俺ソレミオのこと大好きやもん。聞いてみたらどうですか、ソレミオに。はい、ソレミオに。マジで、でも振られたらって言ったらあるやんか、使えなくなるやん。勇気を出して。え、勇気出して。はい、俺お前のこと好きっちゃけど、俺のことどう思う。うん、大好き。よかったですね。よかったですね。聞こえたよね、今。聞いたよね。聞こえました、皆さんも聞こえたやろ。はい、ほら、大成功でした。ちょっと恥ずかしげに言ってたよね、今ね、はい、恥ずかしげもなく言ってた。恥ずかしそうに言ってました。言ってましたよね、はい、ほら、よかったですね。よかったよかった。もうこうやって皆さんね、お花にね、毎日毎日触れてるとね、なんと会話できるようになりますから。ここまでいったら寄せマスターです ね、いいです。ローダンセマム、はい、下の方を取りますよ、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 しっかり取りますよ、いいですか。ちょっと今日量が多いけん、もうちょっとパッパッパって言ってるけど、これもダメですよ、このままの根っこじゃいかんね。ちゃんとほどいてくださいよ、はい、根かき棒はもう根っこを傷つけずにほどく唯一の道具である。もうそろそろ工事に乗りますよ。根かき棒は根っこを傷つけずに根っこをほぐすことができる唯一の道具である。すごいすごいね、これ。よし、ローダンは少しね、根っこを間引くことができます、ね、はい。うわ、こういう大型の鉢も良くない。もう花壇です、ここは花壇ですよ。僕はね、鉢なんですけど、見た目は鉢なんですけど、花壇と思って植えてます。で、ちっちゃな花壇です。だからもういろんな春詰め込みたいんで、今日は春をいっぱいいろんな花を入れてるというご理解でよろしくお願いします。うまくする寄せとかね、おしゃれにする寄せいっぱいありますけど、僕は今日はいいんです。もう春を体感しに来たんだ。ここはムスカリもいいですね。ね、植えっぱなし OK ですから、ムスカリだって。ムスカリじゃないかと、ヒヤシンスだと。ヒヤシンスもいいですね。いいですね。はい、上っ放し OK でね。球根から楽しむのもいいし、そうそう、目出しのやつをね。で、やっぱりね、少し安定感なくなるんで、こう土で固めながらじゃない。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ダリアも根っこは優しく優しくね、根かき棒ならそんな絶妙な優しさで植物と触れ合うことができますのでね。いいですね。アネモネがまだった。アネモネがこれ可愛いね。これシフォンダブル可愛いですね。これは可愛いわ、本当にいい色だ。あれもでも今回もう一回やったよね。一回、はい、上がりするからね、はい、しましたかね。やりました、うん。まあ、慎重にね、変化はね、優しく慎重に。わ、ほぐれてきた、ほぐれてきた。ほら、沖縄でもありましたよ、あれもでも。わ、長野さんのあげるものあったよ。想像つかんでしょう。つかない。俺もね、やっぱり今までね、観葉植物ばっかり見に行ってたけど、もう沖縄の人も花大好きですよ。トロピカルなほら、なんかハイビスカスとか、はい、
ね、ああいうものイメージしますよね。そうなんです、うん、それは僕たちの勝手なあれだったね、うん、沖縄の人もみんな草花好きなんですね。好き好き、もう大好き大好き。それに気づかされたんでね、すごいいい旅でした。いい旅とかいい講習会出張させてもらいましたね。はい、これゲーム、かわいいね、これもね。あ、ビューラー久しぶりですね。はい、肩取って、ビューラーも今からが絶好調でいいですよね。肩取って、これ舌をほぐして根っこを切ってください、ビューラーの場合はね。で、傷んだ葉っぱがあったらこれ取っときましょう。ほい、で、指先は必ず拭きながらですよ、皆さんね。ちょっと早朝で濡れてることが多いのですけど、特に洗ってください。ヒヤシンス、もう一個使おう。今度はブルーですね。はい、ね、ましたよ。ムスカリも最後に、じゃあ前に少し入れさせてもらっていいですか。はい。ムスカリ割れるんじゃないか。おお。おお。水やっちゃったばっかりで、少し入れづらいかな。いいね、いいね、ムスカリがいいね、いいね、いいね。はい、ぐーっと一周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 。ほい、で、肌感もいけないからね、とりあえず土に入れましょう。ぐーっと一周、ぐるーっと一周しました。そしたらいつものように、ちょっと今日大きいね。大きいです ね、うん、よいしょ。軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、ね、軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる。春が来る、飛行機が邪魔する。春が来る、飛行機が邪魔するけど動じない。軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、ね、軽く指を、軽く指入れる、穴が開く、土を入れる。あ、いい感じ、いい感じ。ね。軽く指入れる、穴が開く、土を入れる。沖縄でもみんな知ってた。軽く指入れる、穴が開く、土を入れる。そして最後、お、美人さん作業。全体にね、触ってあげてください。土がかぶっちゃってた。いいじゃないですか。で、花があったらこう、葉組みしたりとかね、花組みしたり、あ、埋もれてる葉っぱが花があるんで、これはちょっと取ろうか。この際ね。うん、だいたいだいたい顔出してるよね。よし。よしよし。最後ね、これでね、終わりもいいんだけど、少しだけ、苔とかあしらうとか。ね、土留めも兼ねて。土留めも兼ねてね。ほう、こっちが前な感じなんで、ちょっとこう見栄えのするとかね。お、こうするとほら、結構スレスレまで土来てるんですけど、大丈夫じゃないですか。いいいい、球根のね、足元とか、ちょっとこの 青いね、ハイゴケをちょっと入れときます。ぐるーっと縁取っててもいいですよ、うん。マルチングにもね、いい。ベラボンもどうですか、はい。ね、ベラボンいいんですよ。あの、これ、綺麗なベラボンですからね。繊維ですからね。あの、土の代わりにもなるし。ほら。間に見栄えもいいしね。ちょっとほら、冬だったら、凍結防止にもなるし。おしゃれですね。おしゃれでしょ、はい、なんか春のほら花壇っぽいでしょ。ほんとですね。うん、雰囲気ね。マルチングをしたって感じで、うん、マルチングするとまた雰囲気変わりますね。雰囲気変わるよ。うわ、春を詰め込んじゃいました。鬼塚春の花祭りね、見せますよ、思った。はい、完成でーす。てってれー。見て、
かわいいですね。どう？もう、まあ、こっちが南としたらこうパーッとこっちにね咲いていくやろうね。ミニバラがあってラベンダーがあってオステアがあってマーガレットがあってローダンセアもあってムスカリがあってビオラがあってアネモネがあってヒヤシンスあってリナリアですか。すごい。すごい。今日はちょっとあの予算がどうとかそんなんてもうないっす。春の花壇ですこれ。はい。春の花壇のような、春の喜ぶ姿っていうね。これをぜひね表現してみたかったんでこんな人たちになりました。いかがですか。可愛いです。ね。はい、もうほら2月は春でしょもう。うん。2月は4月です。意味わかった？わかりました。はい。でね皆さんこれでもねこの鉢よく見たら実はこれだけじゃないんですよ。花田がセットの鉢でした。新作のこれ。これいいですよね。こういうこと。まっすぐかな。まっすぐじゃないか。こういうこと。ほら。どう。いいですね。豪華やし。豪華です。ね。うん。これが華やかで春っぽくないっていう人いないでしょ。どうですか皆さん。2月はもうすっかり4月のような春です。今や2月こそ園芸を楽しむ絶好の季節です。ぜひ皆さんお花しっかりね探してみていいお花に出会って、素敵な寄せ植え花壇植えしてみましょう。今日の動画が良かったよという方ぜひ高評価やチャンネル登録そしてもろもろやってますので概要欄ねチェックして通販も鬼通をやってます。学べる遊べる楽しめ。それじゃあ皆さんまたね。春ですよ春。はい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 、え、そのこうやってやるのって初めじゃないっけ。あ、もうやったんか。あ、そうか。